皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、令和に放送できない昭和アニメを紹介していくわ。お、前にもやってたな。第2弾ってことだな。やっぱり昭和アニメってのは、今よりぐっと規制が緩かったんだよな。そうね、だから今じゃとてもじゃないけど放送できないアニメはまだまだあるわ。今回もどんなアニメが飛び出すのか、楽しみにしてるぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。エスパーマミ。まず紹介するのは1987年から1989年にかけて放送されていた作品、エスパーマミよ、藤子 F 不二雄先生原作のアニメね。エスパーってことは超能力絡みの作品ってことだよな。そうね、本作の主人公である女子中学生の桜まみが、ある日クラスメイトを助け出して、それがきっかけとなって、自分に超能力が眠っているということに気がつくの。そして助けたクラスメイトの秀才、高畑和夫のサポートを受けながら、普通の中学生と、正義のエスパー少女としての二重生活を送ることになる、という物語ね。なるほど、古き良き魔法少女感のある作品って感じだぜ。とても今じゃ放送できないって雰囲気は感じないんだが。そうね、あらすじだけなら、特に問題のない作品に思えるわよね。でも本作は、ある事情によって再放送がとてつもなく難しい作品になってるのよ。そんな強烈な事情が。実は本作、たびたびお色気要素があったりする藤子作品の中でも特にそれが顕著で、しかも主人公であるマミの全裸シーンがあったりもしちゃうのよ。なんだってー。あれ、マミって中学生なんだよな。それで全裸シーンはさすがにまずいだろう。マミが全裸になるのにも理由はもちろんあるわ。実は彼女の父親は美術講師であり、兼業で売れない画家もやってる人物なの。そしてマミはお小遣い稼ぎのために、父親のヌードモデルを務めていたのよ。ヌードモデル。当時のアニメでは特に目隠しなどの修正はなかったから、マミの全裸はバッチリ映ってて、ゴールデンタイムのお茶の間に女子中学生の全裸が放送されていたということになるわね。今だったら大炎上待ったなしの事案だぜ。ちなみにさっき言ってた和夫も、マミの全裸を見るばかりだけでなく、触ってしまうシーンもあったというから、もう完全に NG なわけね。一発目から飛ばした作品だぜ。しかしよくこれで放送できたよな。今だったら謎の光による修正とか、そもそもヌードモデルの設定自体がなくなっていたかもね。ちなみに本作は2002年に NHK にてドラマ版が放送されていたわ。その際にはいくつかの設定が変更されていて、マミのヌードモデルの件も、ドラマではレオタード姿にされたわ。当然すぎる変更だぜ。マイッチングマチコ先生。お次は1981年から1983年にかけて放送されていた作品、マイッチングマチコ先生よ。ああ、名前だけなら私も聞いたことあるぜ。本作は私立アラマ学園の女性教師、マイマチコとその生徒たちが繰り広げるギャグ漫画よ。その軽快なギャグと、主人公であるマチコ先生の可愛らしさが受けて、単行本は280万部以上を売り上げたヒット作となっているわ。可愛らしさっていうか、確かこれって、な感じじゃなかったっけか？まあ、ぶっちゃけちゃうとそうね。マチコ先生は23歳の新人教師で、とってもグラマラスな体型をしていたわ。そして本作は、マチコ先生が生徒や他の教師たちからセクハラ行為を受ける描写が多々あったわ。一応聞くが、どんな行為を受けていたんだ？数え出したら、枚挙にいとまはないのだけど、代表的なものだと、スカートめくりやたわわへのタッチがあるわ。他にも、今でいうストーカー行為もあったりしたわね。それと、オープニングを含めて毎回たわわがあらわになる演出があったそうよ。間違いなく今じゃアウトな作品だぜ。そうね、当然、今じゃとても放送できないような内容だったけど、そもそも昭和の当時としても、かなり攻めた内容だったみたいなのよ。ほう、というと、前述した行為の数々が、さすがに PTA の目に留まってしまったようで、数多くの苦情が寄せられてしまったそうなのよ。さらに京都では、マチコ先生に抗議する会なるものが結成されたそうよ。名指しで批判されるほどだったってことか。これに対し、原作者である海老原武先生は、友情の大切さを描いたつもりだった。PTA に理解してもらうことは難しかったと語っているそうよ。この内容でよく理解してもらおうと思ったもんだぜ。そんなわけで、一部の府県ではアニメの放送が打ち切りになってしまってるわ。また、アニメへの抗議行動として、当時連載していた少年チャレンジの発行元である、学習研究者、つまり今の学研に対して、学習雑誌の不買運動が起こったりもしたわ。不買運動にまで繋がるとは、大事になってたんだな。それから紆余曲折あって、一旦は連載終了となってしまったのだけど、90年代後半にリバイバルブームが起きて、様々な雑誌に掲載されるようになったの。さらに、2003年以降には実写のオリジナルビデオも多数発売されていて、磯山さやかさんをはじめとして、マチコ先生役は様々な女優、グラビアアイドルが担当したの。なんだかんだと、人気作であることは揺るぎなかったんだな。
とはいえ、今となっては作中の行為の大半が NG となってることは否めないから、やっぱりアニメをテレビ放送することはまず無理と言ってもいいでしょうね。こいつはマイッチング。あんた実は知らないふりしてるだけでしょ。夢選手ウィングマン。次に紹介するのは1984年から1985年まで放送されていた作品、夢戦士ウィングマンよ。原作は週刊少年ジャンプで連載されていた、あの桂正和先生の連載デビュー作なのよ。桂正和先生といえば、伝英少女や合図なんかが有名な漫画家だよな。そうね、そのあたりの影響で、桂正和先生といえばラブコメって印象も強いかもしれないけど、元は特撮ヒーローに精通した、言ってしまえば特オタな漫画家だったのよ。というわけで、デビュー作の、ウィングマンはかなりコテコテの特撮パロディーが満載だったわ。具体的には宇宙刑事シリーズや、戦隊ものを意識したネタが多かったわね。なんか小耳に挟んだことはあったが、そこまでゴリゴリの特オタだったんだな。先生本人が、電子戦隊デンジマンが至高だと語ったこともあるくらいよ。さて、そんなウィングマンという作品は、主人公でヒーローオタクの中学生、ヒロノケンタが、書いたことが現実になるというドリームノートを拾い、そうとは知らずに自分の考えたヒーロー、ウィングマンのことを書いたために、変身能力を身につけてしまうの。そして異次元世界からやってきたヒロインの葵と共に、ノートを狙う敵と戦う、という展開になってるわ。本当にコテコテのヒーローものって感じだな。アニメ化の際には夢戦士というタイトルが追加されていて、おそらく版権的な都合もあったのでしょうね。原作の特撮ネタやヒーローアクションよりも、より学園ラブコメディーとしての側面が強く押し出された作風に変更されてるの。その方が売れるっていう判断だったのかな？結果として、ヒロインは葵以外にも登場する女性キャラの出番がかなり増えたわ。それはそれで良かったのだけど、そのせいで女性キャラの絵、なシーンも増えてしまったの。視聴者的にはウェルカムなんだろうがな。そうかもしれないわね。原作でもそういう描写は多々見られたけど、アニメ版ではより顕著になってしまって、おそらく現代では再放送は難しいレベルになってしまったわ。葵が服を脱がされるシーンもやたら増えて、たわわもバッチリ映ったりして、今じゃ修正なしでは見られないでしょうね。昔の子供たちはこういうアニメを普通にゴールデンタイムで見てたんだよな。全くもってけしからん。羨ましいって顔に書いてるわよ。キャンディーキャンディー。続いては1976年から1979年に放送されていた作品、キャンディーキャンディーよ。仲良しにて連載されていた、同名の少女漫画を原作とするアニメね。あ、歌だけは聞いたことあるぜ。そうね、主題歌の、キャンディーキャンディーは1977年のゴールデンディスク賞を受賞していて、その知名度は相当なものだと思うわ。さて、本作は20世紀初頭のアメリカやイギリスを舞台に、主人公の少女、キャンディーの成長を描く、いわゆるビルブングスロマンと呼ばれる作品になってるわ。主人公が様々な体験を通して成長していく過程を描いた作品、ってやつだな。本作は世界各国でも放送されていて、韓国ではあの人気ドラマ、冬のソナタに影響を与えて、インドネシアではドラえもんと並んで、日本のアニメ、漫画作品の代表とされていたのよ。ヨーロッパではフランスやイタリアで人気を得ていたみたいね。日本のアニメが海外で人気があるってのは、なんとも嬉しい気持ちになるな。で、本作が再放送できない理由ってのは一体何なんだ？少女漫画原作で、特に問題のある描写があるような印象は受けないんだが、そうね、本作そのものに、現代の規制に引っかかるような表現などは特にないわ。でもそれ以上に根の深い事情によって、本作は実質的な封印作品となってしまったの。封印って相当な事態じゃないか。一体何があったんだ？本作にまつわる事情、それはズバリ、著作権問題よ。マジで業が深い。そもそも、本作は原作者と作画担当者が分かれてるタイプの漫画だったのだけど、その原作者、水木京子先生と、作画担当の五十嵐由美子先生の間で、著作権をめぐる争いが起こってしまったのよ。作者同士での争いとは、闇が深そうな話だぜ。この争いの経緯としては、まず1995年に本作のリメイクの話が浮上したことが発端となるの。この話自体は、水木先生側からの意見により却下となって立ち消えてしまったのだけど、その際に、水木先生と五十嵐先生の間に、本作の営利目的の二次使用について、双方の合意が必要という契約を結んだのよ。なるほど、一旦リメイクの話が上がったから、とりあえずそのあたりを明確にしたってことか。ところが、この契約に関する管理業務を委託する相手が決まらなかったため、契約自体も宙に浮いてしまったみたいね。あや、それは大丈夫なのかよ。これが延々となって、事件が起こってしまうのよ。まず1997年、本作の写真シール機、つまりプリが設置されていることが判明するわ。
さらに香港で本作の翻訳版が出版されることも発覚。さらにさらに、本作の原画を用いた版画が通販などで発売されていて、五十嵐先生が、五十嵐由美子美術館をオープンし、そこで本作のキャラグッズが、大量に販売されていたこともわかったの。もちろん、これらは水木先生の了解なしで行われていたことだったのよ。さっき言ってた契約の話と違うじゃないか。当然、水木先生側はこれに抗議して、裁判沙汰にまで発展してしまったの。五十嵐先生側の意見としては、あくまで、絵は自分の著作物であるから、さっきの契約に違反していないと主張したわ。いくらなんでもそれはちょっと苦しいんじゃないか？そうね。結局、裁判は最高裁にまでもつれ込んで、水木先生の勝訴が確定したわ。その結果、著作権は水木先生が有することになり、漫画についても原作の二次著作物という扱いで、原作者の同意なしに営利目的で作成、複製、または配布をしてはならないことが決定したわ。この事件の影響は大きくて、まず単行本は水木先生と講談社の話し合いにより絶版となり、中央公論社により文庫版も、水木先生が契約を解除したことで絶版になってしまったわ。そしてアニメに関しては、東映アニメーションが講談社から許諾を受けて制作していたのだけど、著作権の二次使用権が失効となったので、現在は再放送、DVD 化、ネット配信、その全てが不可能となってしまったのよ。とんでもない大事件になってしまったんだな。この著作権問題に、本作の主題歌に関しては影響を受けていなかったから、歌だけは今でも特番なんかで流れたりしていて、広く知られているということなのよ。そういうことだったのか。道理で歌は知ってても内容を知らないって人が多いアニメだと思ったぜ。余談だけど、本作はこの著作権問題以前にも偽 T シャツ販売事件というのが起こっていて、日本の商品化権侵害における初の刑事事件とされているの。著作権関係での闇の深さについて、本作の右に出る者はいないって感じだな。メガゾーン23パート2、秘密、ください。今回最後に紹介するのは、1985年からシリーズ展開されていた OVA 作品、メガゾーン23よ。特に、その2作目である、秘密、ください、をピックアップするわ。これは知ってるぜ。スパロボでもお世話になった作品だからな。確か、マクロスのスタッフが携わってる作品なんだよな。そうね、本作は監督に板野一郎、キャラクターデザインに三木本春彦といった、1982年の、超時空要塞マクロスで活躍したスタッフが再結集したことで話題となったわ。その関係で、ロボットとアイドル歌手、そして巨大宇宙船の中に作られた都市という、マクロスと共通する要素が見られるわ。ロボットと美少女っていうツーショットはなぜか妙に惹かれるものがあるぜ。物語は遥かな未来、人類は地球の環境保護のため、巨大な宇宙船を建造してその中に都市を作り、地球から離れて暮らしていたの。それから500年もの時が経ち、宇宙船の一つであるメガゾーン23の船内は、過去最も平和だった時代、1980年代の東京が再現されていたわ。そこで暮らす人々はコンピュータの管理によって情報を操作されていて、自分たちが20世紀末期の時代の人間だと思い込まされて生きていたの。東京をまるっと再現できる宇宙船だから、めちゃくちゃでかいんだな。全長は 100km 以上あるみたいよ。そんな偽物の東京で暮らしていた主人公の矢作翔吾が、友人が盗み出してきた大型バイク、ガーランドと出会うことから物語が始まるわ。人型に変形するバイクなんだよな。そうね。このガーランドをめぐって、翔吾とその仲間たちが軍と戦い、そして世界の真実に迫っていくという流れになっているわね。ヒロインのイブもまた可愛いんだよな。三木本春彦さんが生み出した美少女キャラでは、あのリンリン名に並ぶと言われているわね。今でいうバーチャルアイドルのような存在で、声の出演も当時アイドルだった、宮里久美さんが担当しているわ。さて、そんな本作が現代では放送できないとされている理由が、2作目にあるのよ。私はスパロボでしか基本知らないんだが、2作目に一体何があったんだ？作中序盤に、翔吾の元にヒロインの一人である高中結衣が訪れるのだけど、ここで濃密なおせっせシーンが展開されてしまったのよ。おせっせ。それはもう、見てるこっちが恥ずかしくなるレベルの濃厚なシーンだったみたいね。ビデオ発売に先駆けて劇場公開された際には、あまりの過激さからクレームが殺到して、そのせいで、ビデオ版発売の際には該当シーンを一部カットする羽目になったみたい。クレームが来るくらいだから、よほどのシーンだったんだろうな。劇場公開版は長らく幻の存在とされていたけど、DVD 化の際には復活してるの。劇場版をテレビ放送することは不可能でしょうけど、DVD でなら見られるってことね。よし、今すぐ DVD をチェックしてみるぜ。落ち着きなさい。というわけで、令和で放送できない昭和アニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？やっぱりほとんどの場合、なシーンが理由で放送できないって感じなんだよな。
そんな中にあって、キャンディーキャンディーの著作権問題は異彩を放っていたぜ。原作者同士の複雑な事情とはいえ、ファンとしてはもう見られなくて残念でしょうね。それにしても、本当に昔はゴールデンタイムのアニメで、な作品がいっぱい見られたんだな。昔の子供たちが羨ましい限りだぜ。今のアニメの規制は本当に厳しいからね。というわけで、私はメガゾーン2-3の DVD をレンタルしてくるぜ。じゃあな。だから落ち着きなさいって、動画を見てくれたみんなも、どの話が一番気になったかコメントしてくれると嬉しいわ。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。